is ga gravity 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 is ga gravity。 ゆきともアプリ。おはようございます。おはようございます。ゆきともアプリの高野です。飯塚です。はい、スキー検定1級への道なんですけども、まあ、僕のチームのチームプライズ組 の、 あのチーム練習の方に、参加してみようということで来ました。で今日は1月、14日、1月14日で、まあ、検定日もそろそろ見えてきたっていうねところなので、まあ、今の心境とかなんかそこら辺も聞いていきたいなと思います。はい、じゃあ今日も頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。今日のコーチの、スキーがめちゃくちゃうまいトウモロコシ農家の若松さんです。あの有名なで今日はトウモロコシの方がうまいですね。トウモロコシの方がうまい。そんな、若松さんに教わる飯塚さん、今日はどうですか、気持ちは。今のあのワクワクドキドキちょっと恥ずかしい感じですいませんって感じになりますなんかよろしくお願いしますって感じです。世界の飯塚さん。世界です。いえいえいえ、そうなんです。YouTube を見ていただいて、知る人ぞ知る知る人ぞ知るになってきました、どんどん。なんか時間ないですけど怖いですね。ここあえて怖いですけど。じゃあ若松さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今言われるセンタープ、というわけで練習中なんですけども、プルークってやっぱ難しいですね。難しいっすね。なんか見てる風にできないっていう、なんかもどかしい。あと今日は切り替えのところをちょっと今教えてもらってましたが、ね、はい、よかったっすね。そうですね、はい、僕もよかった。そうですね、ちょっとなんか切り替えとか前半で焦っちゃう癖があるみたいな。前半でちょっと焦ってるって言われてる。そうです、ターンがこうぐっと回っちゃう、あもうちょっとゆっくり回ってこいみたいな。いや楽しいですね。楽しいですね。まあでももっと上手く滑れればもっと楽しいんだけど。ちょっとまあ検定日も見えてきましたんで、ちょっと今の心境を少し聞いてみようかなと思います。はい、どうですか。まあ僕から見てすごいあのいい段階でステップを踏んでるとは思うんですけど。あ、そういうふうに思いますか。はい、思います。ありがとうございます。なのですが、あの、コブがですね、コブ。ちょっとあの、全然うまくいかなくて、結構ね、焦ってますね。あー、でも、大丈夫です。あの、コブは、本当に皆さん、そうやってこう、耐えて、頑張って、なんかちょっとずつステップを踏んでいくものなんで、僕から見てて、いや飯塚さんのステップの踏み方はめちゃめちゃちゃんと綺麗に階段を一歩一歩上がってますよ。マジで上がってますか。上がってます。なんか全然上がってないじゃんか、上がってないような気がしてね、すごい全然こうなんかねやばいなって思っちゃうんですよね。皆さん一緒なんで、あの焦る気持ちはあると思うんですが、ちょっとずつ。わかりました。はい、はい、で僕が言いたいのは、あの検定を取るのが全てじゃないんで、検定を取るとコブが滑れたりとかするので、もっとスキーが楽しくなりますんで、頑張ってコブを1級を取れるように頑張りましょう。はい、なんとかねコブを滑れるようになってね、はい、頑張りたいと思います。じゃあ練習頑張りましょう。はい、頑張ります。ゆきともアプリ。午後からは飯塚さん念願のコブ練でした。今日の練習は俗に言うズルドンでした。ポイントとしてコブの尾根沿いを削るということを意識しようというアドバイスで、飯塚さん頑張っております。今日のラストのコブです。課題はゆっくりでもコブを滑るということです。
うまいうまい。乾燥、乾燥をしたい。ここは今緩斜面なので、ここからコブが大きくて深くなっていきます。あー、惜しい。お、頑張れ。うまい。うん、よし。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はスキーのうまいトウモロコシ若松さんからレッスンしていただいて、はい、すごい良かったですね。良かったですね。あの、うまいトウモロコシの取り方を教えてもらいました。スキーを。で、ちょっと僕から飯塚さんにプレゼントがあるんですけど。何でしょう。あの、こっそり若松さんから、はい、あの、アドバイスもいただいてきました。飯塚さん宛てに。あ、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。一応レッスンが終わりまして、はい、ありがとうございました。僕もすごく勉強になりました。はいはい。まあ、飯塚さん、はい、今悩んでるのが、はい、急斜面に来た時の、はい、自分で回しちゃう、はい、っていうのと、スキー板をね、はい、はい、あとはコブ、どうしてもコブっていうところがすごく悩んでまして、はい、ちょっとプレゼントアドバイスをスキーの上手なトウモロコシの若松さんから。トウモロコシが得意です。トウモロコシ。伊豆さんね、はい、ちょっと4時間ぶっ通しだったんで、はい、お疲れモードもあったかなと思いますけど、はい、ね、計測ですごくいい動きされてたんで、うん、ちょっと基礎トレーニングも急斜面、自分の苦手な斜面で基礎トレーニングして、その落下スピードになれるともう少し動けるかなって思うんですよね。なるほど。じゃあまずは急斜面に行ってで、フルーク暴言からスタートして、なるほど、基礎トレを一から一から、なるほど、あの組み立てる、低速でやってたのをもう一回この急斜面でやってみる、急斜面でやる。ああ、なるほどなるほど。かな、ありがとうございます。コブはそうです。コブね、コブは、はい、やっぱ状態起きちゃうんですよね。起きちゃって体ね、置いてかれちゃうんで、はい、起きちゃうっていうのはこう、こう胸の向きが上に向いて気をつけしちゃう感じです。あ、ちょっといつも前傾姿勢を、もう気持ち前傾姿勢保って。あ、なるほどなるほど。前すぎちゃうとダメですけど、うん、まあ、起きちゃうとね、スキー板だけピョーンって抜けちゃって、うん、板に置いてかれちゃうので、うん、ああ、了解です。これ伝えときます。はい、よろしくお願いします。で、多分あのこれを見てる方も同じような悩みの方たくさんいると思うんで、はい、そうですね。参考にしてください。なるかな、なるかな。お願いします。はい、はい、ありがとうございました。というわけで。今まで基礎やってたことをもう一回急斜面で同じことをやるって欲しい。あ、なるほど、わかりました。わかりました。あとコブは遅れてかれないように、ちょっとプレゼントもあったんで、はい、頑張りましょう。はい、今日コブ乾燥したかったですね。そうですね、やっぱりどうしてもできなかった。まだ時間ありますんで、焦らず頑張りましょう。ちょっと焦ってますね、はい、そうですね。そういうことで検定に向けて頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ゆきともアプリ OK です。